早速ですが、皆さんは何か新しく挑戦してみたいこと、また作ってみたいなと思うことはありますか？ぜひその思いを私たちに聞かせていただければと思います。やってみたいことにどんどん挑戦し、たくさん失敗しながらもそのやりたいことを叶えていく、私たちはそんな会社にしていきたいと思っています。新たなスタートを切るにあたり、私たちの会社のミッションをエンターテインメントとコミュニケーションの力で人々に新しい感動と安らぎを提供すると定めました。心から楽しいと思える人生、生きていてよかったと思える人生とは何か。それはいくつもの感動と安らぎが日々の暮らしの中で散りばめられている人生だと私たちは考えています。エンターテインメントとコミュニケーションという力を使い、人の心を動かし、その感動と安らぎをお届けすることが私たちの使命であり、それを実現するために私たちの強みである映像や音響、通信などの分野における最新技術を駆使し、新しいものを次々と生み出して世界中にお届けしていきたいと思っています。私たちが目指すものはパナソニックではあるものの、失敗なんか恐れず、まずはトライしてみようというベンチャーの精神を持った会社です。私たちにはやりたいこと、作りたいものがたくさんあります。その夢を叶えるために素早く決断し、迅速に行動に移していける、軽く早く強い会社でありたいと考えています。この会社に集う仲間たちはとにかく新しいことやワクワクすることが大好きで、テレビやカメラ、オーディオなど自分たちが手掛けているものに愛着と熱い思いを持っている人ばかりです。皆さんにもぜひこの会社でやりたいことを追いかけ、思いっきりチャレンジしていただきたいと思っています。たとえ失敗しても構いません。もう一度チャレンジすればいいだけです。失敗の連続でも次の挑戦で成功させる、そう信じて最後まで諦めない、そういう強い熱意を持った方と一緒に仕事がしたいと思っています。私たちが取り組む世界はすごい速さで最新技術やトレンドが変化していきます。競争も激しいですが、これほどやりがいがあり新しいことに挑戦できる事業はないと思っています。最後に、私たちの仕事は先ほど申し上げた通り、世の中にワクワクする感動と心温まる安らぎをお届けすることです。そのためにはまずは私たち自身がワクワクしなければ、世の中をワクワクさせることはできないと思っています。ぜひ一緒にワクワクしながら人の心を動かし、そして世界を動かしていきましょう。一緒に挑戦していただく皆さんを待っています。 Panasonic